はい、皆さんこんばんは。本日はキングピーターを作りたいと思います。キングピーターはチェリーブランデーにレモンを絞ってトニックウォーターで満たす甘酸っぱいロングカクテルです。このカクテルはこちらのヒーリングチェリーブランデーを使うことによりとても濃厚でさくらんぼの香りを表現したカクテルに仕上がります。それでは作っていきましょう。まずグラスにレモンを絞って入れます。次にチェリーブランデーを45ミリ入れます。そしてトニックウォーターを適量入れます。そして一回下から上にステアします。お待たせしました。キングピーターです。